1987年のコース1987年のルマン24時間レースは55回目のルマン24時間レースであり、1987年6月13日から6月14日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた。ポスターの絵柄はジャガーであった。ヨーロッパでは不況が深刻化しつつあり、モータースポーツ界にも影響が出始めていた。それに引き換え、 日本のモータースポーツ界では、フォーミューラ1でホンダが快進撃を見せ、ロータスから日本人ドライバー中島悟が出場、鈴鹿サーキットで日本グランプリが開催されるなど一般からの注目が大きくなり、日本の自動車メーカーがレースに重点を置くようになっていた。ルマン24時間レースには松田、トヨタ、日産と3つの自動車メーカーが参戦、お互いが意識して、 入れ込みがエスカレートしていた。ポルシェはその黄金時代に影が差し始めた印象があった。ワークスは世界耐久選手権に全水例の935-83型3リットルエンジンを用意したが、ジャガーの前に歯が立たなかった。ルマン24時間レースには、いつものようにポルシェ 962C を3台持ち込んだが、レース予算が限られており、スペアカーはなかった。 プライベートチームによる参戦も減った。ジャガーは 6900cc エンジンを搭載して、世界耐久選手権を接見、シーズン開幕以来4連勝となっていた。5月上旬のルマンプラクティスでは1、3、5位のタイムをマークしポルシェ勢に圧力をかけた。ただルマンで勝利しないと真のスポーツカー王者と扱われないため、ルマンでの勝利を見ようとイギリスから多数のレースファンが詰めかけた。 予想では、本命と生きる人が相当空いた。メルセデスベンツのエンジンを積むザウバーは、V 型8気筒の5リットルターボエンジンを積む、新車体を開発、戦力アップを図った。松田が持ち込んだのは、基本的には、前年型と同じ松田757であるが、前年の全滅を、会長の山崎義樹が現地で見ていて激怒したことを、受け、 レース用エンジン設計部門が1.5人から3人に倍増されるなど、レース部門が強化された。車種の改良、車体軽量化、エンジン信頼性向上など、徹底的に改良され前回起きた、ドライブシャフトの接損の原因も焼き入れ不足と判明したので、対策された。しかし1987年1月、ラッキーストライクが突然スポンサーから降りてしまったため、 スポンサーなしで走ることになった。改良の結果、ルマンに向けて、日本車の最終テストの場となった5月3日の富士 1000km でも4位入賞を果たした。日産自動車は1986年のルマン24時間レースで初出場感想が国内で大きな反響を呼び、上位入賞を狙うこととなった。目標を9位に設定、自社製。 エンジンバイ30型を新たに開発、富士スピードウェイで12月18日公開テストが行われた。しかし公表スペック、重量 165kg、出力 700PS、9600rpm は、でたらめに近く、実際にはクラッチを外した状態ですら 230kg も、あり、出力は 600PS をわずかに上回る程度でしかなかった。 また燃費に関しては 1.3km リットルしか走らない、悲惨なものだった。ニスモは本社に改善要求をしたが実施されず、ニスモの柿本邦彦が自分でターボと排気系を改良して燃費が 1.6km リットルまで向上。これで乾燥の目処だけは立ったものの、トルクバンドが狭くなってしまった。ニスモは、バイ30型のあまりのひどさに根を上げ、 前年同様 VG30 型での参加を主張したが、本社エンジン開発部門に押し切られることとなった。ニスモ監督、ナンバ・ヤスハルは本社に対する当て付けで、チームルマンの花輪ともに VG30 型を搭載した車両での参加を要請した。前年に松田スピードの大橋に教えられた通り最終テストとして、シルバーストーンに車両を持ち込んだが、ここで次々に、 エンジンが壊れ、ルマン予選、決勝用のエンジンまで全部使い果たしてしまった。この年からトヨタはワークス体制となり、ミノルタと電送をスポンサーにつけ、資金と体制を大幅に強化したトムスは順調で、大物ドライバーアラン・ジョーンズと契約し、ドームから多くにマサヒロを引き抜き、トヨタ 87C を新たに開発した。前年使用したニバルブ DOHC4A。 GT 型エンジンに変え、4バルブ化しはるかに出力向上された、トヨタ 3SGT 型 2140CC エンジンを、東、富士第12技術部の山口武久が製作した。エンジンの出来はよく、富士 1000km で優勝するなどし、ポルシェを撃破するものと期待が寄せられた。決勝用エンジンの排気マニホールドには、5位以内の 入場を祈りますとのアルミプレートが貼られていたという。出走は48台。この年は例年にも増してガソリンが粗悪で、露骨なターボ潰しだとの噂がサーキット中で、囁かれたほどで、この点でもノンターボのジャガーに有利であった。雨が降り、タイムアタックの時間はあまり取れなかった。ワークスポルシェが予選ブースと 850PS とも言われる。 大出力を生かして17号車と18号車でフロントローを占めたものの19号車をクラッシュで全損させてしまい決勝に出られるのは2台となった。また予選でタイムが伸びないノンターボ車であるジャガーとの差はわずか3秒で逆にジャガー有利を周囲に印象付けた。日産自動車のバイ30型エンジンは国内テストでも まともに走らなかったママルマンに持ち込まれており、燃料が粗悪だったこともわざわいして、トラブルが続出し、結局各車両3機とスペア1機の、計7機すべてが、トラブルに見舞われ、結晶を前に使えるエンジンがなくなってしまい、エンジンを分解し使える部品を組み合わせて、結晶用エンジンを作り上げる作業を、休日であるはずの結晶前日を含め2日にわたる、徹夜作業ですることになった。 ドライバーは、その作業を見せられ、2時間持てばいい。明日は6800回転でと言われている。チームルマンは、不運な接触事故に見舞われ、修理して、タイムアタックに出る時には土砂降りになっており、タイムが出なかった。トヨタもガソリンが粗悪だったことでトラブルは出たが、3分34秒45で、予選14位と3分34秒89で、予選16位。 日本社の中では最高位であった。関谷正則は同棲していた恋人と結婚式を挙げようと考えていたが、宗教上の理由で使わせてくれる式場がなかなかなく、最終的に予選二日目に、遠来のドライバーのためルマン市長が、ルマン市役所の式場を使わせてくれることが決まり、無事結婚式を挙げた。この式はレース仲間、テレビ局、新聞社などから熱烈な祝福を受け、 トムスのメカニックも作業の合間を縫って3列した。松田は日本出発前に決定されたスケジュールをこなすだけで本格的なタイムアタックはしなかった。ウォームアップが始まる頃にはジャガーの優勝を期待するイギリス人がグランドスタンドの一角を埋め尽くし他の国のファンが近寄ることさえできないような雰囲気となった。ガソリンのタ単価は予選よりさらに低く粗悪であった。 雨混じりの天候でスタートしスリックタイヤを履く車両が一時交代、インターミディエートを履くポルシェとジャガーが順位争いを続けた。トヨタはリザーブタンクに関してアラン・ジョーンズとの打ち合わせがうまくいっておらずわずか1時間15分でガスケツにてリタやもう一台も水温上昇に悩まされてピットインを繰り返しターボのウェイストゲートバルブに穴を開け、 ターボを効かない状態にするまでしたが、ヘッドガスケットが吹き抜け、4時間半で全滅するという、屈辱的な結果に終わった。日産はトラブルを抱えながらも23号車が意外なほど走り、夜中の段階では12位まで順位を上げた。チームルマンはクラッシュでリタイアしたため、機体がこの車両に集まった。ドライバーは、自主的に 6600rpm に抑えた。 結局朝を迎えてエンジントラブルでリタイアとなったが4時間持てば良いと誰もが思っていたチーム内に敗北感はなかったという優勝候補の一角とされていたヨーストレーシングとクレマーレーシングのポルシェがピストンに穴が開くエンジントラブルを起こし1時間でリタイア次の1時間でヨーストのもう1台とワークスポルシェ18号車がエンジントラブルでリタイアとなった これで、ジャガーの優勝は確定したかに思え、皆の興味は、どのジャガーが勝利するかに集まり、フォーミュラ一ドライバーを、ずらりと揃えたジャガー陣営は、両友同士で、激しい順位争いを始めた。しかし、オーストポルシェの異変の段階で問題を、察知していた、ポルシェ監督、ノルベルトジンガーは、ワークスポルシェ18号車を調査させて、ガソリン品質が低いのが原因であると解明し、 ワークスポルシェ17号車の制御プログラムを書き換えて、対応、逆に夜になってから猛烈に、ペースアップして周囲に出た。そのままでは、規定燃料を使い果たしてしまう状況であったが、夕方からの雨で燃費の制約は緩くなっていた。さらに2時46分ジャガー5号車がユーノディエールを、時速 350km で走行中に、右跡タイヤをバーストさせる事故が起きた。 自動車はバラバラになってコックピットしか残らない状態であり、乗っていたウィンパーシーは奇跡的にほとんど無傷であったが、2時間以上ペースカーが入り、この結果ポルシェは終盤までガスケを恐れずペースアップできることになった。ジャガー監督のトム・ウォーキンショーは残り2台で、さらにポルシェを追いかけさせたが、ジャガー6号車はエンジンのヘッドガスケットを破損し、リタイア その後残った4号車は、オイルポンプ、トランスミッション、サスペンションにもトラブルが発生。コースの至るところで、スロー走行しては這うようにピットに帰り、修理してはピットアウトし、ボロボロでそれでも最後まで走行した。ジャガーファンは熱狂して、ピットアウトを見送った。感想は12台。ハンスヨアヒムスタック、デレックベル、アルホルバート組のポルシェ 962C。 17号車が24時間で4791.777を平均速度時速 199.657km で走り優勝した。ポルシェの総合優勝は7回連続の12回目。ジャガー陣営の最上位は、エディチーバー、ラウル・ボーセル、ヤン・ラマース組のジャガー XJR-8、LM の4号車で、 24時間で 4394.891km を平均速度時速 183.121km で走り5位であった。松田は性能に絶対的な自信を持っており、鉄道鉄尾攻めさせ、201号車がエンジントラブルでリタイアしたが、トラブルなく走り切った202号車が日本車初のベスト10位入りとなる7位入賞を遂げた。ありがとうございます。